なんか女の子と一緒にいるから楽しそうって思う人多いと思うんですけど、あの僕の働いてたところは大きいグループのところやったんで結構厳しいんですよ。あのまずその、普通の社員では女の子と喋っちゃダメってルールがあるんですね。でその上の1個目のマネージャーとかになってくると要は女の子の管理をするんで初めてそこで女の子と喋れると。でやっぱり夜の仕事をやってる女の子って基本的にかなり気が強い子が多いんで、なるほど、だからあんまりこうキャハハウフフしてるような感じではないっていう、まあなんで想像してる以上に結構過酷な仕事なんですよね、その黒服というかその、まあ、キャバクラの仕事っていうのは。これもまた、まあ、グループとかそのお店にもよると思うんですけど、女の子に手を出した場合の話を入社の時にされるんですよ。もし女の子に、何か、まあ、性的なことをしてしまった場合どうなるのかっていう、その、僕のいたところはその前にそういう人がいて、そこ僕のところはビルの2階やったんですけど、あの地下室っていうのがあって、で地下はお店入ってないんですよ。でその地下室にその子が連れて行かれて、ガムテープで体を巻かれた上にマネージャーマネージャーマネージャーって多分別の管轄のマネージャーもいるんですよ。もうどう見てもあっちの人なんですけど、あのマネージャー3人とそこの店長にあのボッコボコにされるっていうのは聞いたことあります。でやから、もしその女の子に何かするっていう時はもうその結婚する覚悟がないと、やめた方がいいと。その中途半端にこう遊びでとか、やっちゃうとどうやることになるよっていうふうなことは聞いたことありますね。